ちょうど金曜日だったよね。あの時さ、営業所の所長っていうのをしながら、顧客作りをするプレイングマネージャーやってて、軽自動車で顧客回り、あらかた終わらせてのちょっと遅いお昼休憩だったんだよね。車内でラジオつけて飯食ってたら、急にさ、車が揺れて、まあ、誰かにいたずらされてんじゃないかなと思うぐらいすごい揺れて、でも目の前ではブロック塀が波打ったり、クリニックから看護師さんが頭抱えながら飛び出したりでさ、で耳ではラジオで地震の揺れのことをやってて、状況を理解するのに少し時間かかったよ。揺れが止んでから会社の規定で地震対策マニュアルっていうのを思い出して、とりあえず営業所に電話、所内のみんなの無事を確認して、まず営業所に速攻戻ったよね。戻り次第マニュアルを確認したら、マニュアル発動のラインに達していたので、順序よく手配していったよ。当時入社3年目で工場勤務で建物の上層階にいた。翌日が宝塚の「ロミオとジュリエット」を観劇予定で、3時の休憩の直前、終業まで残り2時間で、ものすごく翌日のことを思ってウキウキしていた時間だったな。で、真横のボールの水がこぼれて右半身が濡れちゃったのを覚えてる。同じフロアのお姉さんはもう恐怖で「やだ怖い怖い」って言ってて、でうちは非常ドアを開けようと必死だった。もう立ってるのがやっとだったよね。不思議と若い営業スタッフは帰ってくるんだけど、年配のスタッフがなんとか仕事をこなして帰ってきて、正直無事で安心したけど笑って叱ったよ。場所が東京の新宿っていうところだけあって、帰宅のために普段のもう大げさじゃないけど100倍ぐらいの人が夜歩いていってね、まあ、次の日も仕事があるから通勤距離が長い部下と一緒に夜を過ごしたよ。最初大きな揺れがあった後は中庭に避難して、で近くに大きな川が流れてるから洪水になるんじゃないかなと思った。でそれから一度職場に戻ったんだけど、2度目の大きな揺れがあって建物の外に避難してからはもう機械を固定してなくて危ないから工場内立ち入り禁止になって、でそもそも今ここがまさに震源地かと思ったんだ。子供の頃からおばあちゃんが言ってた関東大震災が来たかと思った。だから避難後に事務所のスタッフが福島県沖で地震だって叫びながら近づいてきた時には、え、こんな遠くでこんなに揺れたの？って思った。次の日の土曜日、午後の2時3時頃にやっと全員会社から帰ることができて、自分が家に着いたのは夕方前だったかな。結局電車も動かないし、当時電車で1時間以上のところに住んでたんだけど、もう帰るの諦めて会社で夜を過ごすことにした。でとりあえず会社近くのコンビニに夜ご飯と翌朝用のご飯を買いに行ったのを覚えてる。でこの時はまだコンビニには物がたくさんあったんだ。震災当日の夜中は何度も緊急地震速報が来たりで、あまり寝れる状況じゃなくて疲労困憊って感じだったよ。もう帰宅後は本当にこれ爆睡っていう感じ。まず帰宅直前のコンビニはもうこの時は結構もう物がなかったのを覚えてる。で、まあ、帰宅したのは翌日なんだけども、翌日の何時に帰宅できたかは覚えてない。でもこのあと何日もぐっすり落ち着いては眠れなかったな。当時まだ LINE もなかったかなって記憶してるんだけど、だからメールでしか連絡取れなくて、いや電話なんか繋がんない。あの地震がきっかけで多分 LINE も含めて SNS も発達したんじゃないかなって思ってる。まあ、電話、メールは使えなかったよね。で当時ミクシーがあって、ミクシーで連絡を取り合ってた。で実家には連絡が取れなかった。ミクシーやってないから親が。夜遅かったけど、当日のうちに東北にいる友達夫婦一組とは連絡が取れて、
まあ、気の身気のままとりあえず友達の実家に避難するっていう連絡はもらえてた。週明けの月曜日、普段もともと早い時間に出社してるんだけど、普段よりもさらに早めに出社して、念のためね、電車が超満員で2回ほど乗れなくて正直焦った。でもね、なんかね、こう喉の奥がガサガサしているような感じの、なんか表現難しいけど殺伐としている、なんか妙な雰囲気がね漂ってたよね。スーパーで足りないものがあると、被害があった地域が生産元だったのかなとか、物流がとか、それまで考えたこともないことをいろいろ感じることが多くなった。それから物流が滞っていく様を毎日のように感じていたよね。あと計画停電とか電車の間引き運転とかって、生活スタイルが変わった。あと東北の会社のお客様の津波で泥まみれになった預かり品を全部私のいる東京の会社で受け入れたのは仕事として忘れられないかな。今はキャンピングカーというある意味、まあカーシェルターに乗っているから安心は安心なんだけど、備蓄はやっぱり家に比べたらやっぱ少ないよね。だってライフラインの水とか、まあ、電気、燃料は限られているし、単純にでも安心とは言えないと思ってるし、あの頃に比べるとやっぱ先のことも踏まえて考えるようにはなったよね。今は生きなきゃっていう気持ちが強い。食料品をローリングストック備蓄して、割と常に万が一を意識してるつもり。そうだね、防災意識を身をもって感じたことで、でも防災意識からどうリスクを少なくするかの減災意識っていうのに変わったかな。いつかきっと自分が生きてる間には起きるだろうって思ってるからね。混乱が起きるとデマ情報も流れたりするし、まあ、その辺冷静に物事を見るようになったし、今後も冷静な判断と、でもその真逆だけど即断する勇気の両面を持ち合わせたいと思ってるよ。当時は20代そこそこで、まあ、備蓄とか何の意識もしてなかったからさ、せいぜい安い時にトイレットペーパーとかティッシュペーパーを買い置きするくらいで、今はいつ日本のどこにいても何が起こってもおかしくないと感じてるのね。だから常に3日間は飲み食いできるように食料品の確保を意識してる。最悪シャワーとかさ、顔洗ったりできなくても、生きててこの飲み食いできればさ、あとは2人で励まし合って手を取り合って頑張れれば。だから頑張れる活力のために必要最低限の備蓄は常にしてあるね。